自転車旅行 in ブルメの丘、第2弾でございます。前回ですね、私が鬼を務めさせていただきまして、ギリギリのところで一人捕まえれず、なのでもう鬼やめますというわけで、今回はこのお二人に鬼をやっていただくんですけども、自己紹介お願いします。はい、ということで雅子と高村雅史でございます。コロナ禍で唯一プロチームに所属しております。一番ね、もう自転車の YouTuber の中で多分一番体力はあるんで、今日はね楽勝で捕まえたいと思います。よろしくお願いします。自転車YouTuberケンタさんと申します。よろしくお願いします。なんやかんや YouTube10 年ぐらいやっております。はい、自転車界のヒカキン。はい、いや、それはやりすぎそれはやりすぎ。ここの連携プレーでこれ注目してほしいですね。やってほしい、はい、やっていきます。はい、逃げる人たちはこの人たちです。どうぞ。ナナナチャンネルのナナと申します。今日はですね、芝生とか結構石畳とか多いので、このマウンテンバイクで逃げ切りたいと思います。頑張ります。どうも、シノと申します。普段自転車で山ばっか走って人です。ちょっと今日やまないんですけど、ちょっとした音をね、全力でダッシュして逃げ切りたいと思ってます。頑張ります。むちゃくちゃ速いですからね。皆さん、速い。一緒に走るとちぎられるんで嫌なの。ユニアミです。いつもはね、食べて食べて食べて、そういう YouTube やってます。食べて多いな自転車の YouTube チャンネルやってます、ネルチャノです。今日はすごいメンバーの中に囲まれてすごい緊張していますが、頑張りますのでよろしくお願いします。可愛いから、あの4回捕まっても大丈夫です。他可愛いないですか？他可愛いないですか？他は微妙でしょ。今日鬼でしたっけ？微妙。次はどうぞ。どうも、エディ藤本です。どうもありがとうございました。待て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 、やらせろ。いかにこすく、いかに爪痕を残せるかやっていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。何この空気、めっちゃ青いやけど大丈夫。ちょっと俺なんかしたんか。前回の戦い方や。全員裏切る。俺はもう決めた。どんだけ嫌われてもいい。自転車技師声優の岡田正孝です。僕体重100キロありますから、皆さんからするとね、もう自転車3台分ぐらいのハンデをすでに背負ってますからね、まあ、そのハンデをものともしない走りを見せつけていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。エンジェルプロジェクトのゆかりと申します。前回はなんとか最後まで団長から逃げ切ったので、今回はちょっとさすがに難しいと思うんですけど、できるところは頑張りたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。いや、前回ね、最後残ったとこ、これ足ないんやから、上りのちょっとええとこでこう待ってくれたらええやん。ブワーってぶち抜いて。はい、画角考えろよ。はい、カツオチャンネルのカツオとカツオジです。2人合わせて今103歳でございます。頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。芸人の自己紹介みたいなことさあ、なんと今回勝った人にはプレゼントがございます。プレゼントはこちら。どうも、まさくんとズブズブの企業で同じ割りのパワーです。どうも、ゲンマイコです。あと、カルノちゃんも今日来てくれてます。聴者の方に1年分プレゼントさせていただきます。圧倒的な回復力で限界突破、最高のパフォーマンスをサポートするカルノパワー。街に溶け込むデザインのサイクルウェアブランドカペルミュールから、グレーとネイビーの人気の長袖シャツジャージ、ワイズロードから人気のオリジナルブランドアンタレスのグローブとミズノのアンダーシャツ、汗を吸って発熱するハイテク素材、豪華賞品もあるので頑張りましょう。鬼ごっこの舞台は外国ではなく滋賀県。広さもスケールアップ、甲子園球場およそ9個分、赤く囲まれたのが鬼ごっこの舞台。行ってきます。
やだ、逃げた先が行き止まりやったらもう終わりだもんね。そうですね、うん、道がいまいちわからん。あ、ここはあれですね、女性は一応ね、2機あるから。まあ、そうやね、俺らもうワンチャンやからね。いや、本当に追う立場から逃げる立場になった団長。あ、精神的に作戦考えたんですよ。あの2個、まずは隠れる、これも前回同様です。もうどんな卑怯って言われてもいい、俺はそういうことをする。私はマウンテンバイクで、ここいいな、ここね、今ちょっと芝生ゾーンになってて、割とこうやって走り回れて、多分ね、ロードバイクの細いタイヤでは入りにくい場所になってます。もう全員捕まえてきてください。う、ね、もう僕もここで集まりでじっとしてるだけにしてください。オッケー、じゃあさっさと終わらせて飲みに行きましょう。おっしゃー、行くぜ。2人合わせて登録者数47万人、自転車 YouTuber のアイドル。どうとっかな、どうとっかな。あらら、見やすいですね。見えますね。景色、見通しも抜群のコース。ということは逃げるのも。ワンチャンバレるこれ。あー、ちょっとやめます、ここ。え、あ、びっくりした。見つかるのも時間の問題か。発見。最初に捕まるのは誰だ。カツオチャンネルの奥様発見。あー、ちょっと待って待って。あー、どうしよう。奥さん、ピンチですよ。で、これはいけんの、まだいいの。見えてるでしょ。はーい。捕まった。あれ。一回目捕まってしまいました。第1号かな。愛する妻が捕まった小峠にの夫は。非常にいいところですね。ブルーメの丘。素晴らしい環境にありますね。はい。なんてこった。さて、鬼に捕まるんでしょうか。あ、なんか見えた。え、どうしよう。いや、こんなとこで隠れてたらダサい。出るか。吉と出るか。凶と出るか。結構速いペースで捕まえないと。だから1時間半すぐ過ぎそうです。メルチャノさん見つけました。捕まえます。待って、来てる、ついてった方がいいか。待って、来てる来てる。いや、オレンジが見えた。やばい。わあ、めっちゃ近い。やばい、ケンタさん来ました。やばい、どうしよう。作戦失敗。すごい早かったです。あ、はい。あー、メルチャノさん捕まりました。
ついに出動でございます。さあさあさあ行きましょうか。もういよいよエース登場。チャンネル登録とグッドボタンよろしく。